マンスリー県政ニュースワイド。来月開学する県立医科大学薬学部の竣工式の話題などを紹介。特集では串本町のロケット発射場誕生についてゲストを交えてお伝えします。マンスリー県政ニュースワイド。県政の動きと県政の重要なポイントを分かりやすくお伝えします。こんばんは、笠野由美です。では早速この1ヶ月の県政の動きを短くまとめてご覧いただきましょう。チームで力を合わせ制限時間内に集めたゴミの量や種類でポイントを競うクリーンアップ運動スポゴミ大会が6日和歌山市で行われました。この大会は4年前から県が県内各地で企画しているもので、今回は小さい子ども連れの家族から学生や大人のグループなど32チームおよそ130人が参加し、県立体育館周辺のエリアで60分の制限時間内でゴミ拾いをしました。参加者らはきれいに見えるようなところでも目の届きにくいところにゴミは意外と多いですなどと話していました。和歌山県と大阪府、奈良県にまたがり、修験道の開祖、円の行者が最初に修行したとされるゆかりの地域が、葛城修験里人とともに守り伝える修験道始まりの地として、去年6月、日本遺産に認定されたのを記念したシンポジウムが7日、和歌山市で開かれました。シンポジウムでは、仁坂知事や和歌山市の尾花正弘市長の挨拶に続き、本山修験宗館長で聖護院門跡の宮城大念門主が現代に受け継がれる修験道の奥深さをテーマに基調講演しました。また宮城門主をはじめ和歌山大学紀州経済史文化史研究所副所長の大橋直義准教授らがパネルディスカッションを行い、これまでの調査研究の成果を説明しました。今年夏に開催が予定されている全国高校総合文化祭和歌山大会紀の国和歌山総文2021特別支援学校部門のプレ大会が11日和歌山市で行われました。プレ大会は新型コロナウイルス感染防止対策で規模を縮小して行われました。県内7校の生徒によるステージ発表では、和歌山桜支援学校の生徒が高層文祭オリジナルダンスを披露しました。紀の国和歌山総文2021の特別支援学校部門は和歌山市の和歌山ビッグアイで今年7月31日から8月2日まで開かれます。稲美町の東西を結ぶ国道425号で進められてきた改良工事のうち、川俣工区の供用開始を祝う式典が14日現地で行われました。式典では地域住民らが集まる中、仁坂知事が開通によっていろいろなことができるようになり活性化の条件が整ったと挨拶。続いて自民党の二階俊博幹事長の祝辞のビデオメッセージなどが披露され、関係者がテープカットやくす玉を開いて開通を祝いました。国道425号のこれまでの道路は蛇行が多い上、幅員が狭く対向する車との通行が困難でしたが、開通した道路は蛇行をなくし幅員を7メートルに拡幅。今回川俣第二トンネル周辺の区間700メートルが完成しました。これで町内の区間すべての整備が完了し、緊急輸送道路としてのネットワークの強化が期待されるということです。令和元年産の県内のみかんの産出額が5年連続で日本一となりました。産出額は生産量と価格をかけた売上高にあたるもので、農林水産省によりますと令和元年産のみかんの産出額は和歌山県が276億円で
257億円の愛媛県を抑えて5年連続の日本一となりました。生産量でも16年連続で日本一をキープしている一方、販売単価は伸び悩んでいて、令和元年産は1キロ244円と1位の静岡県に70円の差をつけられ10位となっています。県などでは優良品種への転換をはじめ、効果的に糖度を上げる栽培法の普及などを進め、生産量、産出額、販売単価の日本一3冠を目指すとしています。さあ、続いてはマンスリーピックアップ。この春、和歌山市に開学する県立医科大学薬学部の校舎として建設が進められていました復古キャンパスがこのほど完成しまして、21日に竣工式と内覧会が行われた話題です。和歌山市七番町に完成した県立医科大学復古キャンパスで行われた竣工式では、出席した関係者らおよそ120人を前に、宮下和久学長がかつて本学の本部が置かれていた場所に近いこの地で医療人を育成できますことは喜ばしい限りです、この復古キャンパスから県民医療に貢献する薬剤師、世界で活躍する薬学研究者を数多く輩出してまいりたいと式辞を述べました。続いて三坂知事や和歌山市の尾花正博市長、それに県選出の国会議員ら来賓がお祝いの言葉を述べました。この後、宮下学長や三坂知事らがテープカットを行い、復古キャンパスの完成を祝いました。和歌山城の北側、復古中学校跡地に完成した復古キャンパスは延べ床面積およそ2万6000平方メートルで、11階建ての南棟には研究室や実験室、模擬薬局、事務室などが、5階建ての北棟には講義室や体育館、食堂などが、また南棟と北棟を結ぶ接続部分には図書室やディスカッションのスペースなどが設けられています。いよいよ4月に開学する薬学部なんですが、どういった方向を目指されますか？はい、即戦力になれるような薬剤師養成というのが求められているというふうに感じております。それに応えるべく教育プログラムを用意して、それで新入生を待っている状態です。それとプラスしてですけれども、国際的な発信力を持つ薬学研究者の育成というのも合わせて行いたいと思っておりまして、私どもが標榜しているファーマシストサイエンティスト、つまり薬剤師でありかつ科学者である、そういう人材を輩出したいというふうに考えています。でそれはですね、薬剤師の業務を持ちながら科学的な根拠で他の職種の方々に説明ができる、そういうような薬剤師を私どもは輩出しようと思って頑張るつもりでおります。室内この棟を見せていただきましても、はい、本当にそれが叶いそうな素晴らしい施設ができましたよね。はい、おかげさまでかなり室内のいろいろな校舎内は充実していると思います。ぜひ一度いろんな方々にも見ていただきたいなというふうな思いがで今はいっぱいでございます。この工事中はですね、随分騒音などでご迷惑をかけたと思いますし、それから通行も一部制限をしてしまったようなこともございます。これからは私どもこの地域の中に根ざせるような薬学部として一緒にスタートしていきたいなと思いますので、またよろしくお願いしたいなというふうに考えております。本当に新しい学生さんが早くこの中に入って勉強されるのを楽しみにしたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続いては学生が開発したゲームによる土砂災害の学習が県内の小中学校で行われているという話題です。防災ロールプレイングゲームは、特に小中学生に楽しみながら防災について学んでもらおうと、和歌山工業高等専門学校専攻科1年の西萩和樹さんが県土砂災害啓発センターの協力で去年の年末に完成させたもので、今年に入ってすでに県内5カ所の小中学校での学習に取り入れられています。
この日は那智勝浦町の町立一野の小学校の5、6年生の児童9人が取り組みました。ゲームは遠足当日に大雨が降り、事前にハザードマップで確認していた避難所に避難時の行動を選びながら安全に避難していくという想定で進められます。子どもたちは災害時での逃げるルートの判断や持ち出し袋に入れるもの、土石流や地滑りなどが実際どのようなものかなどを自分がゲームの主人公になって楽しく学んでいる様子でした。自身もロールプレイングゲームが好きだったという西萩さんは、児童や生徒が能動的に学習に取り組めるよう考えました。もっと多くの学校で活用してほしいし、土砂災害編以外にもいろんなものを作ってみたいなどと話していました。さあ続いては特集です。皆様もよくご存知のように日本初の民間ロケット発射場となりますスペースポートキーの建設が串本町で進んでいます。来年度には最初のロケットが打ち上げが予定されています。今日は県産業技術政策課の柴田和也課長にこのスペースポートキーについていろいろとお話を伺います。柴田課長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず和歌山県にロケットの発射場ができると最初に聞いたときは本当に驚いたんですけれども、はい、建設が進んでいるこの串本町の田原地区というところはロケット発射にとても適している立地条件なんですか？そうですね、この串本町田原地区というのはすごく立地に適しているというふうに聞いておりまして、ロケットの発射場というのはですね、はい、南側とか東側にこう開けているという必要がありますけれども、はい、この南側と東側両方に開けているというのはですね、実は世界的にも例が少ないですね、大変高立地な場所だというふうに聞いております。はい、で何より、ロケットの発射場ですね、この地元の方々が大変歓迎をしていただいているというところでして、ここが何より一番最適な状況だということで思っているということでございます。建設決定までのプロセスというのはどんなものだったんでしょうか？そうですね、最初はですね、このスペースワンさん、事業会社のスペースワンさんからですね、はい、先ほど申し上げたような立地条件に関しまして、全国的にですね、情報提供の要請というものがございました。でそれがですね、平成29年の9月だったわけですけれども、はい、これを、関してですね、いち早く和歌山県が串本町と、那智勝浦町と連携しましてですね、手を挙げまして、はい、これに対して情報提供をさせていただいたという次第でございます。はい、でその後ですね、いくつか細かい交渉なんかを重ねましてですね、平成31年の3月には、はい、正式には建設を決定するということで、はい、県も一緒になって発表させていただいているわけですけれども、令和元年の11月にはその後スペースポートキーという名前で発射場の名前も発表されたところでございます。スペースポートキー、今後ですね、どのようなロケットが打ち上げられることになるんですか？そうですね、ここで打ち上げられるロケット、これは全長18メートルぐらいということでございまして、いわゆるロケットの中ではかなり小型な方ということでございます。はい、でこのロケットというのは人工衛星をですね、宇宙空間に運んでいくというものになりますけれども、その人工衛星自身がですね、これは最近技術進歩によってかなり小型化をしてきているということでございまして、はい、みかん箱サイズぐらいでも、最近の衛星はあるということでございます。はい、でそうすると、大型のロケットということでなくてですね、小型のロケットで、頻発に打ち上げていくということが重要になってまいりますので、このスペースワンではお客さんの、打ち上げたいタイミングなんかに合わせていつでも打ち上げますよということで、はい、事業をやっていくというふうに聞いてございます。なんかすごい小型衛星ということなんですけれども、 その衛星打ち上げによってどんなことが社会に役立つんですか？そうですね、これいろんな用途があるわけですけれども、分かりやすいのは例えば気象衛星ひまわりのような形でですね、地球全体もしくは日本の全体を俯瞰していくということ、はい、これは農林水産業とか災害で何が起きているのかとか、そういうものが分かるわけですけれども、はい、あとはGPS のようなもの、位置情報ですね、こういったもので、例えばこれから車の自動運転、自動走行なんかでも利用が期待されるというものでございます。あとは情報通信なんかもありますけれども、やはりどれを取ってもですね、これ身近な例えば暮らし
とか、はい、お仕事の場面でも誰しもまあ活用していくということが考えられますので、はい、すごくまあ需要としても今後 かなり期待をされるものでございますね。最近ですとまあ年間世界でいうと100機ぐらい打ち上げられているというふうに聞いてますけれども、今後ですねかなり需要が伸びて年間あたり 4,500 機ぐらいのペースでこれは打ち上げが必要になってくるというふうにも聞いておりますので、スペースワンで運ぶ実施される世界最高頻度でロケットを打ち上げる、はい、これはかなり重要なものになってくるのではないかなというふうに思ってございます。そうですか、はい、いやなかなかこのロケットの打ち上げなんですけども、たくさんの方が、ね、今度は見に来られるんじゃないかという期待がかかるんですけれども、観光の目玉になりそうですよね。そうですね、大変楽しみにしているわけですけれども、はい、観光以外も含めてですね、これ県の試算でいうと経済効果としてはですね、10年間で約670億円程度と、まあ、かなり大きいものが期待されるものでございますが、さらに言うと、まあ、その中でもおっしゃっていただいた観光の部分ですね、こういったもので、考えても、年間13億円ぐらいの経済効果があるんじゃないかというふうに試算をしてございます。はい、いやこのすごいこの670億円の10年間の経済効果というのは期待が高まるんですが、ですね、見学などに来られる方をどんなふうに迎え入れるかということも大事ですよね。そうですね、私自身も実は種子島のロケット打ち上げ見に行ってきたんですけれども、はい、やっぱり生で見るというのは大変感動的ですけれども、何よりこう皆さんでカウントダウンしながらですね、その瞬間を迎えるというのはすごく感動的でありますし、はい、これぜひ串本の地でですね、地元の皆さん他の地域の皆さんに味わってもらいたいなというふうに思っているわけですけれども、はい、他方でご案内の通りで交通事情というのがなかなか難しいと、はい、国道42号しかございませんので、マイカーで皆さんやっぱり来てしまうとどうしても渋滞が予想されてしまうということでありますので、ここのバランスをですね、まあ、うまく考えていかなきゃいけないわけでございまして、うん、これスペースポートキー周辺地域協議会というものを立ち上げておりましてですね、はい、地元の皆さんと連携して検討しております。でそこでまずプレミア見学場ということで、串本町の田原海水浴場とか那智勝浦町の旧浦上小学校をですね、うん、見学場にして、でそこで、まあ、大型のビジョンも置いてですね、はい、これをしっかり皆さんで見ていただくというふうにしたいなということでございます。やはりでも交通渋滞というものは考えられますので、ここにはですね、例えばバスとか電車でうまくお越しいただけるような設計にしていきたいとも思っておりますし、はい、あとは、まあ、見学場とか発車場周辺のところでですね、駐車禁止とか停車禁止とか、はい、そういったもので、うん、車で詰まってしまわないようにするという、そういうことも合わせてやっていきたいなというふうに考えております。なるほど、まだ少しこれからやっていかなくてはいけないこともありますが、地元の皆さんのやっぱり協力というのも随分必要になってまいりますね。ではですね、最後にスペースポートキーへの今後の期待、課長どのように思っていらっしゃるのかお聞かせください。そうですね、今の話の通り観光でやはり目玉になる、これは何よりだと思っておりますけれども、はい、それ以上にもですね、産業面でも大変期待がされるということでございまして、例えばそのロケットとか人工衛星、いわゆるまあこのスペースワンに関連する会社さん、もしくはお客さんになるような会社さんもですね、ぜひこれをきっかけに和歌山に進出してきていただきたいなというふうにも思いますので、いろいろそういう呼び込みなんかもしていきたいというふうにも思っています。で、あとはですね、これは教育の面だと思っておりますけれども、このまあ今みたいな会社さんがいっぱい集まるとですね、はい、宇宙ロケットのまあすごく最先端のですね、はい、技術を持つエンジニアさんがすごくたくさん集まってくるだろうなというふうに期待しております。でそうするとやっぱりこの子どもたちというかですね、地元のまあ例えば小学生中学生なんかにとっても、はい、今までに味わえないような刺激的なですね、最先端の技術にいろいろ触れ合えるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひそういう子どもたちにもいいきっかけになってですね、はい、子どもたちの将来にもこうつながっていくということをぜひ期待したいなというふうに思っております。そうですね、町の子どもたちがもうロケットの発射が見られるというので、いろんなことを調べているようですよね。そうですね、自分たちでもですね、ロケットの打ち上げのどうやってどういう仕組みになっているのかとかですね、はい、調べてもいますし、いろんな例えばペットボトルロケットなんかを使ってですね、実験をしたりもしているということで、かなりもう前のめりになってですね、皆さんいろいろ調べて勉強されておられると思いますので、はい、
はい、こういったところをぜひまた県としてもサポートしていきたいなというふうに思っております。いや本当に一大プロジェクトで、もうこの発射が始まりますと、もう子どもたちはもちろんなんですけども、大人も ね、なかなかこれ熱が上がりそうですよ ね期待したいと思います。そして紀南地方や和歌山県が宇宙にこれ一番近い場所として盛り上がることできますかね。これは地元 の田島町長なんかもおっしゃっておりますけれども、はい、これはロケットの玄関口にしていくというようなことでですね、地元が盛り上がっていくということは期待をしておりますし、おっしゃっていただいたその大人たちもですね、これはもう今までにない産業だということで、すごく期待が大きいものだというふうに思っているものですから、なんとかまず1機目の打ち上げの成功に向けてですね、サポートしていきたいと思っておりますし、はい、またその先10年20年とうまく進めていけるようにですね、ぜひ県自身も頑張っていきたいなというふうに思っております、はい。今年夏完成、そして来年度中に1号機の打ち上げが予定されています。ここまで県産業技術政策課の柴田和也課長でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上特集でした。さて次は今年10月30日から11月21日にかけて県内で初めて開催されます国内最大の文化の祭典、紀の国和歌山文化祭2021を広く PR する動画がウェブサイトや SNS などで公開されている話題です。山青し、海青し、文化は輝く。全国から文化を愛する者たちが集い、新たな文化の歴史が和歌山で動き出す。国内最大の文化の祭典、紀の国和歌山文化祭2021、この秋開催。国内最大の文化の祭典、紀の国和歌山文化祭2021。山や海、自然に恵まれ育まれた和歌山の文化、そして文化を愛する者たちが和歌山に集う。ここ和歌山で新たな文化の歴史が動き出す。紀の国和歌山文化祭2021始まります。私がスペシャルインフルエンサーを務めている紀の国和歌山文化祭2021、演劇、音楽、伝統芸能や芸術作品などを発表、共演する国内最大の文化の祭典なんですよ。私のインスタグラムなどの SNS では紀の国和歌山文化祭2021の情報を発信しています。紀の国和歌山文化祭2021の開催をお楽しみに。皆さん会場でお会いしましょう。またね。皆さんこんにちは、ユッキーこと中島ゆきです。私のふるさと和歌山県で開催する紀の国和歌山文化祭2021、演劇、音楽、伝統芸能、芸術作品、世界遺産や食などを生かした和歌山でしか味わえないイベントがたくさん行われます。そんな魅力いっぱいの紀の国和歌山文化祭2021にみんなもおいなよ。この動画は紀の国和歌山文化祭2021の公式ウェブサイトやインスタグラムなどの SNS、 そして県の公式 YouTube チャンネルで公開されています。さて桜も開花しまして、いよいよ春本番を迎えます。外で体を動かすにはいい季節ですよね。和歌山県ではサイクリング王国和歌山を目指していまして、サイクリングイベントなどさまざまな取り組みを行っています。そこで次はこんな話題です。皆さんは県内の道路を走っているときに、道路脇にこのような青いラインが入っているのに気づいたことはありませんか？これは県が県内全域に整備したサイクリングロードでブルーラインと愛称をつけています。総延長はおよそ800キロに及び、あらゆるレベルのサイクリストに適した無限大のルートを設定できることから、県ではこれを和歌山800として、サイクリング王国和歌山を広くアピールし、国内外からの観光誘客につなげていく考えです。和歌山県内にはですね、世界遺産の高野山熊野をはじめ、四季に彩られた自然や、名所旧跡、そして温泉や、山の幸海の幸といったさまざまな観光資源があります。
こういった観光資源をですね、サイクリングを通じて楽しみながら周遊していただくために、和歌山800として雑誌やウェブ、SNS を通じて様々な楽しみ方の提案をさせていただいています。令和3年度は新宮市から和歌山市までをつなぐ太平洋岸自転車道を活用しました特別版のスタンプラリーですとか、あと有名自転車アニメとのタイアップをまあ検討しております。まあ、最近は特に暖かくもなってきましたので、サイクリングを通じて和歌山県内をぜひ楽しく周遊していただければと思います。これからの季節、皆さんもサイクリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。さて、最後の話題は新型コロナウイルスのワクチン接種についてです。県内でも今月から医療従事者向けのワクチン接種が始まりました。今月8日、県内の医療機関で医療従事者のワクチン接種が始まりました。このうち和歌山市の日本赤十字社和歌山医療センターでは、医師や看護師ら200人が接種を受けました。接種を受けた看護師の一人は、院内感染の防止に努め、引き続き安心して療養いただける場を作っていきたいと話しました。今月12日には田辺市で、17日には新宮市でも医療従事者へのワクチン接種が始まり、随時進められています。一方、県は来月12日から一部の市や町で高齢者を対象としたワクチン接種が始まるのを前に、今月16日、ワクチンに関する相談に応じる窓口を開設しました。相談窓口は、ワクチンの効果や副反応などの問い合わせに看護師や薬剤師が応じるものです。相談の電話番号は 073-441-2593 番、ファックスは 073-431-1800 番で、土日祝日を含む午前9時から午後6時まで受け付けられます。なお、優先接種対象の県内の高齢者およそ30万9000人に対しまして、来月5日以降3週にわたって届くワクチンの量はおよそ1万1000人分と少ないのが現状です。県では実施主体の各市町村の意向を確認した上で配分することにしています。市町村によって接種の時期や予約方法が異なります。詳しいことはお住まいの市町村にお問い合わせください。すべての市町村でワクチン接種が来月26日以降の出荷分から行われます。県では先行する市や町の情報を共有し、円滑なワクチン接種につなげる考えです。ところで、今月は県内で初めて新型コロナの変異ウイルスが確認されました。県では引き続き感染拡大地域での会食や接待を伴う飲食を控えること、症状があれば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診することなどを呼びかけています。さて、そろそろ桜が、ね、満開になってまいりまして、桜見物に行かれるという方も多いと思いますが、今年はやはりマスクを着用して密を避けて手洗いをしてという、基本的な対策をしてお出かけになっていただきたいなというふうに思います。今週末日曜日は少し雨の予想にもなっていますがね、これがまだ桜散らしの雨とはならないようです。さて、もうすぐ4月です。マンスリー県政、次回の放送は4月30日金曜日の放送となっています。ぜひご覧ください。それでは今月はこの辺で失礼いたします。さようなら。